Express. The big hit tomorrow.皆さんこんばんは、アルフィーの坂崎浩介です。坂井正春です。高見沢俊彦です。泣いても笑っても、はい、今日がいよいよです。最終回ということで終わりです。そうです、まあ終わりというのは新しいまた出会いのね、そうです、始まりでございます、ね、始まりです。そうです、まあ、悲しまないで、そうですよね、うん、またどっかでお会いできると思いますんで、そうです、ではさよならって終わっちゃいけませんけど、これから始まります。さあ、今日はですね、はい、アルフィースペシャルで、はい、いろんな曲かかりますんでね、はい、一つ最後まで、聴いてくださいね。さて、ね、そんなわけで今日がですね、はい、いよいよ最終回と。1年5ヶ月ですか。5ヶ月ですね。4月からですかね、1年5ヶ月、はい、お付き合い願いましたけど、本当にですね、本当にいろいろね、ご愛顧いただきまして、はい、ありがとうございます。本当です、まあ、我々も非常に洋楽と言いますかね、そうですね、いろんな情報とか、はい、うん、人よりもですね、いち早く聞けて、逆に僕らもね、うん、ミュージシャンとしてアーティストとしてやってますけども、うん、非常に勉強になった部分たくさんありましたね。ありますね、はい、なかなかこの番組がもたらしたアルフィーの影響というのは非常に多大ではないかと思います、うん、まあ自分の趣味嗜好にとらわれず、うん、いろんなバンドをですねまあこれは自分の趣味でいきましたらもう偏った番組になりますからね。大体2週間ぐらいで決まってきますね。ネタがつけてしまいます、ね、はい、今日はディープアップの特集でとか言って、ね、来週はレッドツェッペリン終わりますけども、はい、言い切ってしまいます。最終回ですので、うん、1曲をですね、はい、噛み締めながら、はい、もうこの1年5ヶ月ですか、はい、そうです。このアルフィーエクスプレスザビッグヒットツモロ、うん、この歴史をですね、はい、この短い時間ですけども、はい、なんか振り返ってみたいと、うん、かように思う。うまいこと言いますね。いかがなもんでございましょうか。賛成。ありがとうございます。賛成。それではこんなところで決めるそうですか。それではまず、涙の最終回、うん、一発目の曲ですけども、ね、うん、これは、ちょうどですね、去年の横浜スタジアムが終わってから、うん、録音した曲ですので、そうですね、はい、非常に思い出深いんです。3 days ですね、うん、非常に3日間やりまして、9万人のですね、このなんていうんですか、躍動感というですね、うん、この一体感というのが非常に自分たちにとっても、脅威といいますか、明日への活力になったという気持ちを込めてですね、うん、作った曲が、この曲なんですけども、これを今日の一発目に、かけてみたいと思います。これはキリノソフィアというシングルがあります、うん、それの B 面に入っております。アルフィーでブルーエイジリボリューション。
はい、アルフィーで、ブルーエイジリボリューションですけどね、うん、なかなか元気が出る曲の一つですけど、フェスタ、ね、うん、もうこの曲も我々のコンサートでは欠かせないナンバーになってしまいましたけども、はい、ちなみにこの時の使用レコーディング使用楽器は、高見さんの場合はレスポールでございました。桜、うん、井さんなんですか。プレシジョンです。フェンダー、はい、桜井さんでしょ。忘れました忘れました。マーチンですよね。マーチンですよね、やっぱ ね、 ね、これ三種の神器ですね、うん、ギブソン、フェンダー、マーチン、マーチン、お、ね、そうだ、すごいですね、すごいですね、はい、うん、まあそんなわけで、これはキーノソフィアの B 面でしたけどね。そうですね、非常にみんなのリクエストもなかなか多いし、結構でもこの間ベイエリアでアマチュアバンドがやりましたけども、うん、ね、そんなあの200本ぐらい来たでしょ、テープが、テープが、うん、その中でもこのブルーエイジリボリューションやってる人が多かったですね、うん、ただこういう単純な曲ほど意外と難しいということがですね、うん、やってみてわかるという、そうでしょうね、なかなかこのビート感というのは難しいもんですけども、うん、まあ、よく練習してほしいなという気がしますけども、突然に途中お見舞いが来ておりますけども、あら、もう短所ですね今ね、広島の、住清美さん20歳の方ですけど、うん、はい、途中お見舞い申し上げます、うん、広島のコンサート汗と涙で頑張りました。お、夏本番といった感じですけども、いい汗と美しい涙をかいて流していますか。ところで、広島2日目の時にディープパープルのハイウェイスターという曲を幸之助様がリードボーカルで歌っていましたが、いや、その曲が今思い出して幸之助様にぴったりだったという感じがしました、はい、ね、ぜひその曲かけてください、よろしく、はい、ね、広島のじゃあ2日目ですね、大阪のファイナルの前ですね、前ですね、7月のね、これはすごい、坂崎と長年付き合ってます、うん、もう高校時代からよく知ってますけどもね、うん、このハイウェイスターがぴったりだったというハガキをもらったのは生まれて初めてですけど、友達として僕は嬉しいですね、嬉しいですよね、戸惑ってしまいましたこれはですね、はい、ハイウェイスターというのはですね、実はスモークオンザウォーターというディープアップの曲がありまして、これもやってたんですけども、うん、ぜひこれはディープアップやるにはハイウェイスターしかないと思い出しまして、うん、はい、ぜひこれは坂崎さんに歌ってほしいと、はい、私はテープを持ってきましてね、はい、こう声聞かしながら、はい、うん、すごかったですよ、初めてやったのは多分仙台だと思うんですけどね、富士山がこうアンコール出るまでこうカセットレコーダー耳に当てつけて出てましたからどんな曲だっけなこれでステージに立ったという男は坂崎だけですね、これすごいです、うん、だってそれまでずっとほら始まる前まではね、うん、その聞いてるわけですよ、うん、コンサート始まる6時前、そうだよね、うん、やっちゃったら当てちゃうもんね、でコンサート始まって2時間なり経つとね、うん、忘れてしまいました、やっぱいろんな曲歌いますからね、すごいですね、ですから一回アンコールで引っ込んだ時にもう一回書き直して「ノンバディゴナテイクマイガーアメゴナレシティットチュンダグランド」、かなりこのね雰囲気をつかむのはうまい、うん、これならいけるっつんで毎回やってましたけどね、うん、それが高知でこの間ベイエリアでとうとう坂崎はつけ毛までもう登場したという、つけ毛を増やしたわけですそう、わざわざ個人的にですねヘアメイクで雇いましたから雇いましたすごいですね、来てもらいましてね、知らないお兄さんがいましたね、お兄さん、木村さん、どうかなと、木村さんですか、木村さんつけてましたよ、こうやってました、まさか10万人の前で坂崎はつけようねつけて歌うとは思わなかったというね僕はこの曲は一生忘れないねあ、ほんとトラだねだからね、出てきた時にね、見に来た人たちも誰だか分かんなかったみたいね、うん、みたいね、ゲストボーカルの人が来たのかと、そのまに坂崎はいねえなっておかしいなって、あいつはどこ行ったの、せっかくこう似てるけど歌ヘアスタイルは違うしみたいなつけ湯には参りました。まあ、うん、来れなかった皆さんはね、よくわかんないと思うんですけども、うん、アルフィーが、この間8月3日の10万人のベイエリアで、ディープアップのハイウェイスターをアンコールで歌いまして、その時に、1曲目だった。1曲目で、坂崎がつけ湯をつけて、イアン・ギランのように歌ったという。そうなんです。今日はですね、これ、ハガキも来てますので、うん、この鷲見清美さんのですね、本物聞くの。リクエストで、本物を聞いてみようかと。はい。それでは、ディープパープルで、ハイウェイスター。ハイウェイスターは先ほど、うん、本家本元のスタジオ版をね、すごいです、やっぱり迫力アルフィのあるね迫力なんつけるんですか、つまむつけるからね頑張りますよ、私は頑張ってください、はい、頑張ります、はい、それでは、はい、ここでアルフィさんから最後のインフォメーションでございます、はい、そうです、最終回です、はい、ちなみまして最終回プレゼントというのがまだあるんですか、プレゼントは、うん、今年のですね3月21日、はい、池袋西武百貨店を皮切りにスタートしました、アルフィー店、はい、おこれもですね、うん、あと3日後の、9月2日でファイナルを迎えます、はい、でもまだずっとやってたんですね、ずっとやってましたね、皆様からの問い合わせの多いあの写真パネルのその後の行方、はい、びっくりマークというあれはどこ行っちまうんだどこ行ったんだね、行くんでしょうと、はい、
一部のですね、写真パネルをですね、30名の方にプレゼントしようということです。あれやだ。俺欲しいじゃん。展示してあったパネルを30名の方にプレゼントします。ご希望の方は、完成はがきに、住所、氏名、年齢、そして、昼間連絡可能な電話番号。この辺がちょっと難しいですよ、うん、ただの電話番号じゃないです、うん、昼間連絡可能な、うん、例えば会社であれば会社の方がいいかなと、うん、うちにお母さんいればお母さん、うん、うちでもいい、そういうことでございますね、はい、それを明記の上、うん、郵便番号170、あ、東京都豊島区、うん、東京都豊島区東池袋、うん、東池袋、東池袋3-1-1、うん、サンシャイン60、やったサンシャイン60内、うん、郵便局、あ、郵便局の中にあるんですね。サンシャイン60の中に郵便局があるんですね、はい、支所箱、うん、私の書いた箱です、支所箱私の書いた箱です、1090号、はい、10905号ですね、はい、アルフィ店写真パネルプレゼント係、はい、うん、こちらの方にですね、書いていただきたいと思います。書きます。そして、発表は10月29日、はい、水曜日、この番組ですか。無理ですけどね、これ番組じゃないんです、うん、発売に、10月29日発売の、うん、FM レコパルに載せようじゃないか、すごいですね、ですね、締め切りは9月5日、うん、やこれロックだもの発売日ですね。いやー、いいですね、買ったそれを切ってですか、ね、いや、そんなにそんなことないです、締め切りは9月5日の消印まで有効ということでございます。ロックダムの発売の日まで、そうですね、有効なんですね、有効、分かりました、うん、パネルの欲しい方はどうしどし送ってほしいと思います、うん、これがプレゼントのお知らせでございました。はい、はい、あとはまだですか、あ、あれがあるんじゃないですか、あとこの間のあのありがとうプレゼントの発表ですよ。そうなんです、今日です、ちょっと忘れてました、うん、すごいですよ、どうもこれだけで終わるのおかしいなと思ってたんだ、ね、様子がものすごいですね、ハガキの中からほら抜き手だよお前、さあ、はい、すごい量のハガキは先ほどですね、大変でした、10枚ザンザンザンと10名でしたよね、そうです、選びましたですよ、はい、うん、それでは、うん、まずじゃあ桜井さんからいってますか、はい、わかりました、ですね、 T シャツ、あのこれは何でしたっけ、スタッフがビデオスタッフが着ていた、うん、専用の、うん、スタッフの T シャツに、ね、僕らのサイン、直筆サインが入ってる、うん、はい、いきます、目黒区柿の木坂の川崎京子さん、おめでとう、おめでとうございました。それからこれどこでしょう、あ、福岡県、うん、音楽群、うん、中西誠司さん、誠司さん、誠司さんですね、うん、そうですね、おめでとうございました。それから、うん、長崎市の長池恵美さん、恵美ちゃん、恵美ちゃん、うん、おめでとうございました。そして秋田県の竹内よしこさんですかね、よしこさん、よしこさん、おめでとうございます、おめでとうございます。はい、続きましてですね、うん、横浜市鶴見区の、森田陽一郎くん、陽一郎、おめでとうございます、おめでとうございました。そして、東京ですね、はい、東京大田区の石浜健一くん、健一くん、おめでとう、おめでとうございました。はい、続きましてですね、京都市左京区ですね、中江博明くん、おめでとうございました。神戸市、のですね、太田、よしみ、よしみさんですかね、人弁の K ですからね、よしみさんでしょうね、そうでしょうね、太田さん、おめでとうございました。続きまして9人目、徳島県阿南市西山由里子さん、おめでとうございました、おめでとう、17歳。そして最後でございます、北海道、はい、山内明美ちゃん、おめでとうございます。さて、はい、以上ですか、インフォメーションの方は。そうですね、それとですね、うん、はい、お知らせがあるんですけども、はい、うん、先日、まあ、ベイエリアの話をしてましたけども、うん、この東京ベイエリアのですね、はい、ビデオテープがですね、The Alfie 1986-83 東京ベイエリアビデオ、うん、これが10月の5日に発売されます。お、これはいつもずっと60分でしたけども、はい、今回は90分に伸びた、1時間半 で、ね、値段も変わらず 12,800円、中身が濃くなって値段が一緒、はい、すごいですね、そうですね、これは買い得ですね、はい、まあ、そんなわけで出ることが来れなかった方もぜひ、そうですね、そうですね、で、ね、その前に9月5日、うん、ロックダムが出るということですけども、ね、新曲が出ると、よろしくお願いします、うん、というわけでインフォメーションは終わりましたけど、ここまで、はい、そして番組を続けていきたいと思いますが、はい、先週もですね、はい、我々に関係すると言いますか、うん、非常に何ですか、関わり屋のあった曲をかけてきましたけど、うん、先ほどもハイウェイスターをね、かけましたけど、かなり身近にね、ハイウェイスターかけましたけども、はい、先週はローリングストーンズのアズジャズゴーバイ、まあ、ロックダムの中にもね、はい、歌詞で入ってますけども、うん、まあ、サマータイムブルースという歌詞も入ってますが、あれは、以前かけましたけども、非常にそのアズジャズゴーバイの反響が良かったもんですからね、うん、まあ、そのアコースティックの、
ロックの中で使われてきたアコースティックの使い方ということに関してですね、僕らはかなりその研究してきましたんで、はい、その曲をですね、代表的な曲を、今日かけてみたいなと思うんですけども、これをですね紹介してみたいと思うんですけども、その名も、みんなもよく知っている、高見沢も非常に影響を受けたといいますか、ジミー・ペイジ率いるレッド・ゼッペリンなんですけども、もう最初聞いた時僕はびっくりしまして、これゼッペリンなのっていう感じが、メロディーもそのなんていうんですか、タイトルも非常に、なんていうか、ゼッペリンらしからぬというかね、そういう感じがしたんですけども、これは4枚、ゼッペリンではホーシンボルと呼ばれて4枚目の LP に入ってる曲で、ブラックドッグとかロックンロールとか、あと天国への階段とか、あれですね、それが入ってる LP の中に B 面に入ってる曲ですけどね、生ギターサウンド、バッチリの曲を今日は聴いてみたいと思います。レッドゼッペリンで Going to California という方からですね、 Going to California、今アルフィーもですね一生懸命 LP を作ってますけども、今回はそういったアコースティックなサウンドもかなりですね意識して、取り上げてまして、もちろんハードのナンバーもありますけども、LP のはもう少し待ってほしいと思うんですけども、その前に9月5日、はい、22枚目のシングル、ロックダム風に吹かれてが出ますけども、はい、その B 面をですね今日は最終回にかけてしまおうと思うんですけど、これ聞いたことないでしょうね、まだみんな。ないですよね、ないですよ、先駆けですからね、先駆けですからね、いつもの、はい、最後まで先駆けていきます。レッド・ゼッペリンの Going to California に勝るとも劣らないこの出来ができたんじゃないかと思うんですけども、ね、これをまずですね聞いてほしい。9月5日、発売されますロックダム風に吹かれての B 面です。アルフィーで Days Gone By。よく思い出の中で僕は過ぎ去った緑の日々を歩く、まるで刺繍のようにどのページも僕の人生、自分の夢を信じて生きてきて今の僕がいる。でも昔はまだ若すぎて理解できなかったし、自分が
悪いなんて思わなかった。時の流れはたわいのない思い出を作る。でもそんな思い出だけどまだ輝いて、昨日はもう二度と戻ってこないけれど、僕はそれでも思い出の歌を歌う。あの頃が今より良いとは言えない。でも僕はその時を生きていた。もしももう一度繰り返すなら、きっと同じことを繰り返しただろう。もしももう一度やり直すことができたとしても、過ぎ去りし日々を変えはしないさ。はい、うん、9月5日発売のね、ロックダウンの B 面 Days Gone By ですけど、先ほどね、はい、初めての、英語で歌ってみましたけども、まあ Days Gone By、気がついた方はよくわかると思うんですけど、Days Gone By というのは過ぎ去りし日々という、はい、意味でございますけどね。そうですね、聞いたことありますね、はい、ロックダウンの風に吹かれてという曲と、この Days Gone By というのはくしくも A 面と B 面でカップリングされましたけども、その中に今まで歩いてきたアルフィーの歴史が全てこう入ってるんじゃないかと、うん、いう気がね、します。先週も言いましたけども、決してこれは昔を忍んでるとかね、うん、昔が良かったからとか、昔が辛かったらとか、そういう郷愁だけの曲ではなくて、今はそして先のことを見つめながら昔を思い出しているというかね、そういう曲でございます。まあアルフィーの歴史全てが入ってるという感じでね、自分としても久々になんか初めてあのベイエリアで歌えたことの方がなんかすごく自分なりに意義があったんじゃないかなという気がします。やはり今の時代、そして俺たちと、まあ、本当に今ね、我々と同じ、まあ、年は違っても同じ時代に生きてることはね、みんなも変わりないことですからね、うん、そうですね、コンサートに来て同じ空気を吸って、うん、同じものを感じる、年は関係なく同じ時代に生きてるという喜びを非常に感じたのがこの間の東京ベイエリアだし、今まで本当に何て言いますか、アルフィーの音楽とか、コンサートとか、大事にしてくれたみんな本当にどうもありがとうございます。この曲はですね、我々の非常に意義の深い、曲になりそうな気がします。それじゃあ9月5日、いよいよ発売、ロックな風に吹かれて。ているか、あの夜、二十歳の誕生日、お前と聞いたサマータイムブルース、赤さの他には何もない、俺たちの愛は転がる石のようだった。そこにお前がいる、それだけで幸せ。ロックアウトされたキャンパス、やりきれないほどに灰色の毎日だった。夜の何も知らずに俺たちは抱き合ってた。時の流れに追われる俺にふと懐かしく蘇る。愛の夜には幼すぎた、お前との暮らしとその微笑み。 When I was a
揺れてる思い出たち、懐かしき恋人仲間たちの笑顔、眩しく輝くその時、涙の雫が溢れ出して蘇る二人の As this go by、 別れの朝背中に持たれ、さよならも言えずに壁を見つめていた、そこにお前がいる、それだけで幸せと感じてたあの頃、安いバーボンで酔うほどに、未来は俺たちのためにあると、風に吹かれていただけさ、俺たちの時代を忘れないで、風に吹かれていたあの頃、俺たちの時代を忘れないで。というわけで、まだまだこれからもですね、しばらくラジオというのはね、お別れになってしまいますけども、やはりみんなはね、こうラジオがなくても心のアンテナでですね、アルフィーのことはですね、レコードを聞いたりとか、こう忘れないでいてほしいと、またどっかで ね、思います、やりたいと思いますんでね、また素敵な思い出をですね、ステージでみんなと作りたいと思っておりますんでね、でもこの番組をずっと振り返ってみて、いろんな例えば曲でかかった、なんだろう、キーノソフィアか、あとフォイルラブがあったし、そうだね、そしてまあ今年入って活用日とか、あとまあセッタンティアーズもありましたけども、やはりこのセッタンティアーズ、このロックダム、この辺からね、非常にいろいろこうアルフィーを知らなかった人というか、そうだね、からなんかこう励ましちゃおかしいけど見直したぜみたいなね、そういうハガキをもらうのが一番俺は嬉しくて、やっぱりやりたいことをそのまま素直にやってしまった方がいいんじゃないかと、坂崎が付け毛をつけてハイウエスターを歌ったようにですね、あまりグダグダ考えずに、そうそう、やってみて、それからまた判断すればいいんじゃないかということをね、改めて感じました。やはりこのベイエリア、あの10万人の歓声とか、あの時なんていうんですか、感じた汗とかその風とか、そういうものを思い出すたびにね、やっぱり本当にアルフィーやっててよかった、本当にこの番組やってよかったという気持ちでいっぱいでございます、また、この放送局で会える日を夢見てですね、みんなとは明るく別れたいと、ね、まあね、いつも僕らは番組終わるときは明るく終わってましたもんね、そうですよ、やはりこれでまた次へのステップになるわけですから、ね、そうです、やっぱり明るく終わんないとね、そうです、泣いちゃうかな、思い切って、わざとらしくて、まあそういうわけでいつまでも3人でアルフィは頑張っていきます、はい、そういうわけで、まあ、アルフィのテーマソングともなってしまった曲をですね、はい、このビッグヒットツマの最後にかけて、見ようかな、はい、アルフィーでセッタンティアーズ、
時でも必ず夜明け告げる、これはなる、ああお前と同じ時代に生まれて、命が長い間ですね、本当にありがとうございました。ありがとうございました。いろいろ数々のご無礼、本当に失礼いたしました、はい、ね、いろいろと曲もかかっちゃったりとかですね、はい、ありましたけども、またみんなとどっかでお会いしたいと。そうですね、はい、こんな感じになってます。はい、それでは最後にお礼を言いたいと思います、はい、深瀬さん、そして浅地さん、そして宮本さんに長谷さんですね、はいはい、どうも。それから最後にこの番組を聞いてくれたみんな、はい、うん、どうもありがとう。ありがとうございました。またステージ生だ。おいし、高見沢でした。坂上でした。坂上でした。どうも失礼いたしました。